テッドは2003年から2009年までユナイテッド航空が運用していた格安エアラインブランドである。テッドはユナイテッドの最後の3文字から取った。テッドの設立は2003年11月12日に公表され、運行は2004年2月12日に始める。この航空会社はエアバス A320 航空機を所有し、 デンバー国際空港を本拠地としている。この親会社のユナイテッド航空と同じように、テッドはスターアライアンスの一員である。そのため、スターアライアンスに加盟するマイレージプログラムの会員は加算条件を満たせば、ユナイテッド航空と同条件でマイルを獲得することができる。 上級会員の場合は優先登場やラウンジもユナイテッド航空便と同条件で使用できる。2008年に入っての急激な原油価格高騰を反映した燃料価格の値上がりを受けて同年6月にユナイテッド航空が発表したリストランの一環としてテッド名義での運航停止が発表された。機体には ユナイテッド航空の新塗装と同じ、オレンジ系統の大きい U のマークが、尾翼に描かれていた。空港の柱の広告には、テッドイズパートオブユナイテッドと書かれていた。ユナイテッドからユニを消した名称であるため、ユナイテッドウィズアウト UNI と皮肉られていた。2005年10月撮影、テッド a 3 2 0型、キテッドはあなたに会えて嬉しい。 ありがとうございます。